はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画なんですけど、というか最近動画撮れてなかったですね。ごめんなさい、配信ばっかになってました。今日の動画は、ライブ返信の二次抽選の方のですね、締め切りが近くなってきましたので、そのお話をしたいと思います。じゃあ行きましょう、本編どうぞ。はい、じゃあ今回の動画ではですね、ライブ返信の二次抽選の、話をしていこうと思います。二次抽選の締め切りがですね、来週の水曜日なので、ちょっと待ってくださいね、日付今調べますね。調べてませんでした、申し訳ないです。ちょっとカットします。はい、失礼しました。ライブ返信のですね、二次抽選、結果じゃないよ、間違えた。締め切りがですね、6月22日水曜日の23時59分水曜日ですね。今撮影してるのが月曜日なので、あさってですね、撮影時点から。だからこの動画が上がってるのは多分火曜日の 夜7時なので、だからこの動画を見た皆さんはもう明日、次の日の夜にはもう締め切りになってしまうので、ぜひこの動画を見てる時点でまだね、申し込みが終わっていないとかね、いう人はもう早くやってください。もうシリアルコードあるのに申し込めないとかはものすごいもったいないですね。なので、もう持ってて行きたいっていう思いがねある人はもう必ず応募してください。これ絶対忘れないでください。僕とか結構ねそういうの忘れちゃいがちなんで、明日やろうとか言ってたら明日はとか忘れて頭から抜けててやれなかったとか、そういうね提出物出し忘れたとか、意外とそういうの僕やりがちなんですよ。だから僕がね気をつけなきゃいけないっていう気持ちをも込めて皆さんにも言ってる。だから僕が気をつけるって思ってるのをみんなと共有してるっていう、それだけなんですけど、配信でもね言ったでしょ、本当に忘れる人多い。一次抽選の時も僕何件か見た、もうあ、気づいたら終わってましたみたいな人ね。全部が全部ってわけじゃないけど、あとは友達と一緒に申し込むとか、誰かと一緒に申し込むとかがあって、その友達からの返信待ちで、応募が遅れてるみたいなことを言ってる人いますけど、自分が持ってるシリアルは自分のものなんだから、もう返信が遅いんだったら、もう返信ってあれね、メール返ってくる返信の方ね、シュワッチの返信じゃないよ、メール返ってくる返信の方が遅いんだったら、自分の分のシリアル無駄にするぐらいだったら、もう先にもう一人で応募しちゃえばいいんだからさ。で、同じ会場に当選したなら一緒に行けばいいし、じゃなかったらさ、また別の機会に行けばいいと思うし、ただね、シリアルね、今回、まあ、シリアル自体を売ってたわけじゃないけど、CD についてきたものでしょ？だからさ、使えないとかさ、いうのは、うまく有効活用できなかったっていうのは、非常にもったいないことだと思うから、みんなはね、もうそういうことにならないようにね、ぜひ気をつけて、いただけるといいんじゃないでしょうか、というふうに僕は思うので、ぜひね、シリアル今手元にあるって人はね、絶対に使ってください。これ絶対です。これ絶対、本当に絶対ね、みんな。使わないとかいうのはなしですよ。だから、もうなんだろう、M87 はじゃないや、ストレイシープのシリアル今手元にあるんだけど、会場が遠いとか、なんかこう、まあ、例えば高校生、中学生で、そのお父さんお母さんがライブに行くの許してくれないとか、そういろんな事情あると思う、あって、そのシリアルコード使えないとか、もうその日は絶対外せない仕事が入ってて、もう絶対に行くことができないみたいな。そういう人がいるでしょう、この動画見てる人でもね。ぜひそういう人いるんだったらね、まあ、友達とか、まあ、僕でもいいですけど、シリアルをこう託しちゃうっていうのもいいかもしれないですよね。だから僕も、まあ、僕は今回自分の分応募するけど、もしね、どうしても行けない用事があるんだったら、まあ、友達とかに、ね、欲しい人がいるんだったら渡しちゃったりもすると思うけど、ぜひそういう風にしてね、もうなんか、持ってて無駄にするのだけはもったいないからさ、で、他にも多分行きたい人いるんだろう。Twitter とかでもよく見るし、じゃん。絶対、どう頑張っても行けないので、ぜひ、欲しい人を、教えてください、みたいな。で、多かったら抽選にします、みたいなことやってる人いたけど、まあ、あれはフォロワー稼ぎにしか見えないから、僕はちょっと、まあ、どうなのって気がするんだけど、まあ、純粋にもうこの人に託そうをあげたいと思う人がもしね、身近にいたり、身近じゃなくても SNS 上、Instagram、Twitter とか、そういうところにいるんだったら、そういう人に渡してあげて、でその人が当選していけるってなったらさ、まあ、僕の分も楽しんできてねっていう風にするのがさ、自分だったらね、僕だったらそれが一番、なんかベストというか、まあ、気持ちいいんじゃないかなというふうになんとなく思うんですよね。まあ、それは皆さんの自由ですよ。もちろん持ってるのは皆さんですから、もうこれは絶対誰にもあげたくない。もう自分は行くことはできないけど、絶対これをあげないで持っとくんだって、それはそれでいいと思いますけど、まあ、どちらにせよ、6月22日の水曜日23時59分過ぎたら、持ってるものは人の番号をあげるにしろ、自分で持ってて使わないにしろ、ただの紙切れになっちゃいますから、だから皆さんね、そこの辺はね、まあ、それぞれ考えがあると思うので、僕はそれを尊重しようとは思いますが、各々ね、有効活用したらいいんじゃないでしょうか。僕は
まあ、今回二次抽選、まあ、応募しました。あ、じゃあ、それ応募についてですね。まあ、一応アンケート取ってですね、どこの会場にみんな行くのみたいな僕アンケート取ったんですけど、皆さんね、答えてくれましたか？まあ、皆さんにもね、答えていただいてると思うんですけど、コミュニティ機能の方ですね。なんかね、東京に行きたいっていう人がね、結構多いそうですね。233票入れてくれてるんですけど、うち 29% が最大で東京になってるんですよ。で、その次埼玉って感じ、あとは全部どっこいって感じなんですけど、っていうことになってて、東京結構ね、たくさんいるんですよ。東京に行きたいって、1日目なのかな、多分東京の1日目に行きたいって人がね、たくさんいるみたいで、本当にね、東京人気みたいです。会場がそんなに大きくないようで、フルに入れても1万人とかって僕聞いた気がするんで、間違えてたらごめんなさいなんだけど、っていうことらしくて、なんかね、会場小さい割には人気みたいですね。埼玉は会場でっかくて、一次抽選で当選した人がまあ一番多かったんだけど、まあ、二次抽選はどうなるか全くわかんないけどさ、一次の時には当選と落選がほんと1対1ぐらいの感じ、50%50% みたいな感じだったから、二次の当落の時にどうなるかわからないけど、まあ、一応なんか埼玉がまあ一応一番会場大きいから当選しやすいのかな、わかんないけど、まあ、一次でさ、例えば空きがすごいあって大阪が全然空いてますとかももちろんあるかもしれないから、そこの辺に関しては何とも言えない部分も大きいし、僕も公式の人間じゃないから、みんなさ、あれどうなんですか、これどうなんですかって全然聞いてくれるのはいいんだけど、公式の人間じゃないから 100% これですっていう答えを出すのが難しい場合もあるわけね。だから今回のもそれで、僕は絶対この会場が空いてるからこの会場が当たりやすいですよなんていうことができ、そういうことはできないんだけど、そうやってみんなに教えてあげることはできないんだけど、だって知らないしね、できないんだけど、一応アンケートの結果的には東京に行きたい人が多いと思ってるんだから、ライブにとりあえず行きたくて東京じゃなくてもいいよって人は東京以外の会場に申し込んだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。それは埼玉だったり神戸だったり愛知だったり大阪だったりすると思うけど、の方がまあライブには当選しやすいんじゃないかなというふうになんとなく思います。まあこれは予測でしかないからわからないけどね。あともうアンケートもう一つやってて、今206票入れてくれてるんだけど、この間発売して LP レコード、米津玄師初のレコード版をですね、アナログ版のレコードかを買えましたかってアンケート取ったら、なんかね、もう 80% ぐらいの人がね、買えてない。だから逆に言うと 20% ぐらいの人しか買えてないわけですから、だいたい200人いたら40人ぐらいしか買えてないようなんですね。すごい割合じゃない？だから全く買えてないやん、みんな。僕はギリギリ買えた方に入ったんだけど、みんなね、まあ、今回のことで分かったけど、発売してすぐ、はい、ポチって言って買う人はね、少ないんだなと思ったね、今回。だってすぐポチって買った人は買えてるけど、明日買えばいいかなとか、なんかそういう風に考えてる人は、買えなかったわけだから。で、そういう人って多いんだなってなんとなく今回思いましたね。僕はとりあえず、まあ、レビューでこういうのは出てますよっていうのをね、言う都合上、とりあえず全部出てたもの一種類ずつは買うって決めてるんで。で、あとはこの CD のシリアルコードが入ってるから、いっぱい買おうとか、そういうのは、まあ、後からね、増やすっていうことで考えるんだけど、まあ、まずは1枚買おうって、そういうことでやってるからさ。もうね、みんなね、本当に欲しいものは悩んじゃいけないんですよ。まあどうしてもお金がないとかはあるかもしれないけど、買えるなら買える状況っていうだけの、ね、お金があって、その買えるだけの買えるタイミングがあるんだったら、そこで迷ったらね、いけないかなと僕は思いました。今回のことで非常に強く思いました。なので今後ね、もしかしたらこういう同じようなことが起きるかもしれないから、もう絶対これは欲しいと、まあって言ってお金があるんだったら、それはね、買っちゃった方がいいと思います。だって買って後悔、買えなくて後悔するより買って後悔する方がまだいいから。だって物があるんだから、手元にまだいいから。だから皆さんね、もうぜひね、米津玄師に限らず何か欲しいものがあるんだったら、そういう風にね、してもう迷うぐらいだって買っちゃえっていう方がいいんじゃないかなっていう風に思います。迷うなら買え、迷うなら買うなっていうなんか言葉が僕はよく聞くんですけど、そのよくわかんない言葉ですけどね、本当にそうだなという風に思います。で、どちらの選択をしてもね、後悔しない風に、自分が思えればね、それでいいんじゃないかなという風に思います。あ、でか動画時間そろそろ長くなってきちゃいました。じゃあ今日の動画この辺で終わろうと思います。僕が話した内容でね、まあ、久々の動画だったんですけど、何か共感したりね、いいなと思ってもらえた方はいいねボタンと、あとまだチャンネル登録してないよっていう方が見てくれてたらチャンネル登録ね、よろしくお願いします。じゃあ今日の動画はそんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、また明日。